8割が何らかの特異体質である超人社会というのが現在、かつて誰もが空想し憧れた一つの職業が脚光を浴びていた。ヒーロー、オールマイトとの出会いは僕の運命を変えた。個性がなくてもヒーローはできますか？個性のない
5年前敵の襲撃で負った傷だ。私のヒーローとしての活動限界は1日約3時間ほどなのさ。プロはいつだって命がけだ。夢見るのは悪いことじゃない。だが相応の現実も見なくてはな、少年。コンテージ。
緑谷いつくです。本気で行く。
さあ、次は3ゴール。よろしくな。
電気系の個性ってかっこいいぜ。全力でかかってこい。多分この勝負一瞬で終わっから。Thank you.